第一言語は英語だね。カデナとかそういうところはハーフがめっちゃ多いんだけど、俺が生まれ育った小中は一人もいなくて、小学校登校初日校長室で面談してたら、窓の外からめっちゃみんなが見てて、なんかいるよみたいな。UFO とか宇宙人とか信じてる、うん、見たことある人と最近知り合って、うん、動画見せてもらって、確実にそれみたいな。ユタっていう職業があって、はいはいはい、ユタ、例えば高校の時の先輩が、ユタに行って、見てもらうと、あ、右肩に何かついてるから、なんとかなんとかしてよくなるよって言ったら、本当によくなる。普通にダンサーしてる人がいて、パッて久々にインスタ見たら、ユタになって、ほう、そういうスピリチュアルなこととか発信してて、ある日突然変わった、ね、英語で言うと Do you think Japan is becoming more and more black?はい、ということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストはトミーくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わざわざありがとうございます。いや、めっちゃいいよ。ありがたい。今日沖縄からね、来てて、来ていただいて、なんか一番最初俺が会った時は、何年前、1年、去年の終わりぐらいか、去年の多分10月とか、10月とかだね、で、なんか音の楽園で、その当時はあれだよね、ヨーシーっていうアーティストのバック DJ やってて、そうそう、ヨーシーのバック DJ として去年の末まで活動してて、そのツアーがあったんだけどね、はいはい、それの多分直前のライブで出会ったって感じ。そういう感じだ。そうそうそう。その当時からもう結構東京はやっぱ来てたんだ。うん、毎月は来るようにしてて、はい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 、まあ、何かしら制作であったりライブとかで来てて、そうだね、沖縄と東京行ったり来たりみたいな生活を2年ぐらいしてたかな。今2年間。そうだね、すごいね。2年ぐらいしてた、結構長いね。そのもともとはその音楽を始めたきっかけとか、ヨーシーと出会ったきっかけとかあったりするの？は、まあ、沖縄でずっと、まあ、育って、うん、普通に会社員として仕事してて、はいはい、でヨーシーと、まあ、なんか東京で出会ったタイミングで、はい、まあ、仲良くなって、あ、東京で会ったんだ。そうそう、東京にモデルの仕事で行った時に、はいはい、たまたまライブやってて、うん、でその後になんか話しかけてくれて、キャンシュだよねみたいな感じで、おー、そういうこと。そこで、まあ、知り合って、普通に友達として一緒になんか遊んでたりしてたら、はいはい、なんかトミー DJ やったらみたいな、ほう、急に、まあ、それはなんかよくみんなで遊ぶ時とか俺が BGM をかける担当みたいな、昔から。ああ、なるほど、ね、そういうのは好きで、もともとめっちゃディグってて曲とか、うんうん、でやってたらなんか DJ やったらみたいな言われて、あ、なんかやってみようってその時思って、はいはい、翌日すぐ機材買って、翌日すぐ買ったらしい。本当に普通メルカリでめっちゃまあ普通にいいだけどちょっと安いやつを買って、はい、まあ、やってみようみたいな、楽しいやってみたらなんかめちゃくちゃハマって、はいはい、これかもみたいな、なんか来て、はい、そっからずっともう続行でやってたら、うん、まあ、そこからビートメイク、まあ、楽曲制作も同じ時期に始めて、はい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 、でそこからずっとやってて今に至るみたいな。きっかけは全部ヨシが作ってくれて。あ、そうなんだ。そうなんだよね。それは何年ぐらい前なの？が4年前ぐらいかな。うん、そう、そうなんだ。4年ぐらい前だな。結構意外だね。そうなんだよね。もともと音楽ずっと好きで、うんうんうん、音楽に対するなんか特別な感情はあったんだけど、うんうん、自分でやろうというよりもなんか聞く専門みたいな。そういうことか。遊びに行く専門って感じのが、いや、やってみるのいいかもってなってやったら意外とすごいハマって。そうだね。それでもう今はずっともうむしろ作ったり DJ してない自分が想像できないぐらい。はいはいはい。なんかハマってるっていう。へえ。今でも。なるほどね。じゃあ昔から音楽やってない時普通に会社員やってたって言ってたんですけど。通訳の仕事、まあ、今もリモートでやってるんだけど、はいはいはい、なんかこの米軍基地関連のまあ仕事を、まあ、翻訳とか通訳の仕事をずっとやってて、うん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 、それは今もなんかリモートで続けながら音楽をやってるみたいな感じで、そうそうそう。その翻訳の仕事してたとは英語？英語、英語だ。英語と日本語を喋れるっていうだけで、はいはい、なんか仕事はもらえるってすごい世界だなと思いながら。みんなが同じ言語を喋れたら、はいはいはい、俺の仕事ってないんだって考えると、確かになんか不可みたいになって、そうだね。未だにそれはなんかやらせてもらってて、なんか軸が2つあるって感じなんで、うん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 、どっちもなんか全然違うフィールドだからこそ面白いっていうか、うん、全部インスピレーションだからさ、うんうん、っていう感じで今もやってるって感じ。なるほどね。どうして英語喋るの？結構ミックスハーフの子でさ、英語喋れない子とかも結構多いやん。いるね。なんか俺むしろ第一言語が英語で、あ、そっちだ。そう、まあ、うんうん、なんかちっちゃい頃はずっとお母さんとおじいちゃんおばあちゃん、うん、お母さん側のお母さん日本人なんだけど、うんうん、のおじいちゃんおばあちゃんにずっとなんかよく育てられてて、うん、お母さん仕事でよくいなかったんだけど、うんうん、
でずっと日本語を喋ってるけど学校はアメリカンスクールに通ってて、アメリカンスクールに通ってたんだ、基地の中のベースの中のアメリカンスクールに通ってたから、まあ学校では英語、うん、でもなんか遊ぶ友達は日本人みたいな感じで、小さい頃からどっちもなんか行き来してるみたいな、はい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 、そうだね、小学校6年生までずっとアメリカンスクールにいたから、そこでまあ英語はずっと喋ってたから、うん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 、未だにずっと喋れてるっていうのはあるかもしれない、はい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 、どことのミックスハーフなの、アメリカ、アメリカだ、お父さんがアメリカ人でメリーランド出身、うん、メリーランドの、いいね、出身で、はいはいはい、まあ、ワシントン DC の近く、近く、うん、首都の近くに出身で、ね、お父さんがアメリカから、まあ、軍人、ミリタリーとして沖縄に移住した時に、うん、今俺のお母さんと出会って、うんうん、で、まあ、俺が生まれたっていう、はい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 、感じだから、まあそうだね、第一言語は英語だね、なるほどね、日本語は6月、あ、6月、小6からちゃんと日本の学校に入って、はいはいはい、そこで漢字学んで、うん、っていう感じだから、入りが英語だから多分未だに忘れてないっていうか、喋れるのかなって思うんだよね。へえ。でもさ、やっぱさ、急にさ漢字とか勉強させられても、しかも中学校とかでしょ、6年生からか、小6の途中から結構小学校で漢字の勉強、なんかさ基礎の勉強ってするやん確かに、うん、得意漢字とか今はね、得意ってか関係3級持ってる、俺関係3級持ってんのガチだ俺も持ってないわそれぐらい漢字は、なんか今得意なの、得意で結構なんか普通に書けるんだけど、うんうん、小学校6年最初入った時はもちろん全く分からなくて、うんうん、でも漫画俺好きで、あ、漫画ね、漫画ずっと読んでて、うんうん、あのアメリカンスクリーンの時から、はいはい、でまあ、お母さん日本人だから、で日本人の友達いて、うん、漫画を読んでて、だからなんとなくなんかひらがなは分かってて、うん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 、だからなんか小学校6年最初はなんか仲良し学級っていうちょっと不自由な子とか、あ、そっち系のあれだ、クラスじゃないクラスに半年ぐらいいて、うんうん、はいはいはい、そこでなんか基礎の日本語を学んで、気づいたらもうみんなと同じ学校とか学級に入って、はい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 、中学校もそのまま行って高校は受験で普通に入ったみたいな。なるほどね、すごいね、なんか多分ちっちゃい頃だったから頭がまだ柔らかいから、うん、まあそうね、吸収できたっていうのはある、はいはいはい、最初はちょっと大変だったかなと思うけど意外とねスムーズだった覚えがある、トランジションが、うん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 、実際どうだったの、やっぱ沖縄だったら特にさ、俺多分沖縄の人、うん、ゲストで迎えたことなくてさ、今まで初だと思う、そう初なんだけど、うん、なんか沖縄ってさ結構なんか日本だけどちょっと日本じゃないみたいなイメージちょっとあるやん、すごい、まあ、元と琉球だしさ、うん、あの日本の元違う多分国だったかなっていうのもあると思うけど、だからやっぱさ、まあ、米軍があるってのもあると思うんだけど、うん、ハーフの子とかミックスの子も結構多いやん、ね、確かに、うん、で周り多かった、やっぱなんかミックスとかハーフとか、俺が育った小学校中学校は、うん、ユカツ半島って言って、はい、沖縄の中の中部のちょっとポコって出てる島で、はいはいはい、すごい独特 なんか文化があるところで、はいはい、うんうん、ハーフがほとんどいなくて、あ、逆にそう、ちょっとなんか下の方行ってアメリカンスクールがある多いエリア、うんうん、チャタンとか、うん、カデナとかそういうところはやっぱ米軍基地も隣にあるから、うんうん、ハーフがめっちゃ多いんだけど、はいはいはい、俺が生まれ育ったその小中は、うん、むしろ一人もいなくて、マジで、うん、いなかったな、うんうん、考えると、だから最初はなんかちょっといじめられそうかなとか思って、身長もめちゃちっちゃくてそっか超ちっちゃくてもうマスコットみたいな、うんうん、マスコットキャラ的に言ったらもうなんか可愛いみたいな感じ言われてたんだけどまあそういうのもあってサッカーもやってて、うん、まあ、サッカーが意外とちょっとできたから、はいはい、なんかで足も少し速くて、うんうん、なんかそういうのもなくみんな受け入れてくれてたんだよね最初から、むしろ珍しいみたいな、逆にね、もう登校初日、小学校登校初日校長室で面談してたら、はい、窓の外からめっちゃみんなが見ててなんかいるよみたいななんか転校生すごいみたいな感じでめっちゃ見られててうわー怖ーとか思ったけどめっちゃみんな優しくて受け入れてくれて、うんうん、そうだね、なんかそれは沖縄らしさかもなって今思うと、なんか違う人をなんか、うん、なんて言うんだろうな、受け入れるっていう心は多分あった人たちだったから俺は助かったのかなと、はいはいはい、まあ、いろんな話聞くからさ、いじめられる、まあそうだよね、ね、やっぱそういう話聞く中で俺はなんか意外とそれをなんか経験してなくて、うんうんうん、受け入れられてたんだよねずっと、へえ、でもハーフは全くいなかったね、ハーフいなかったんだねだからもう途中で自分もなんかそれを忘れるぐらいの日本人まあ今もだけど心は日本人だからなんか自分が見た目これってたまに忘れるよ、おあの時もだけど、はいはい、割となんかアメリカ人じゃない風に、うん、なんかやろうみたいな、なんか日本人っぽくいようみたいな
っていうのはあったかもね。なんか染まろうとしてたみたいな、向こうの空気。でもそういうのさ、多分大体みんな経験すると思ってさ、うん、俺もさ、結構さ、あの、札幌だからさ、やっぱ結構いないわけよ。そうだよね。全然いなくて、うん、多分俺と兄弟ぐらいみたいな。はいはいはい、まあたまに一人二人見たことあるかなぐらいな感じで。うんうん、見たらおってなる。おってなる。おってみたいな。よー、おばさーみたいな。仲間だ。仲間だみたいになると思うんだけど。なんかそこでさ、アイデンティティで苦しむというか、ちょっと考えるのかな、ね、みたいなのはちょっとあると思うんだけど。めっちゃわかる。なんかそういうので、どう思う？自分的にさ、うん、なんか結構これあれらの質問かもしれないけどさ、うん、なんか自分のアイデンティティというか、うん、自分が一番なんかこうなんか一番なんかレゾネートするっていう、うんうんうん、なんていうんだ、自分はこうだ、さっき心は日本人ってずっと思うけど、うんうん、なんかやっぱずっと日本人って感覚は強い強いね、うん、でもやっぱ地にはさ、うん、アメリカ人っていうもう一つ黒人の地が入ってるって考えると、うんうん、やっぱ絶対価値観にズレは一瞬出てくる、うん、心は日本人だし日本人が周りにいるけど、うんうん、やっぱ純、まあ、純って言ったらあれだけど、いろんな血が混ざってるんだけど、うんうん、みんなやっぱそのちょっと違う血が入ってる俺だからこそ感じることとか、うんうん、まあ、それはなんか骨格とかにもあると思ってて、身体能力とかもあると思うんだけど、うんうん、あるからなんか特別な存在っていうのはなんかずっとあって、うん、まあ、見た目もだし心も違うんだけど、なんかそれを意外となんか出さずに、なんかみんなになんかいい感じに波に乗ろうみたいな感じはずっと意識してたのかもな、はいはい、最近はむしろもう振り切ってっていうか、うん、これが俺だよって慣れたんだけど、結構ちっちゃい頃は、うんうん、なんかそれを出さずに、うん、周りに合わせるみたいなのが得意な感じだったんだよね、うん、それめっちゃわかるな、うん、なるほどね、まあ、沖縄だからさ、結構沖縄って不思議だなって思ってて、うん、育ったところはさ、まあ、ちょっと不思議なカルチャーっていうか文化って言われてたけど、うん、そうだね、どういう感じのとこなの？なんか方言すごい独特で、うん、はいはいはい、あ、そうなんだ。沖縄の人によかつって言ったら、まあ、分からない人もいるかもしれないけど、なんかああなんか独特な方言使うとこだねって印象が多分結構強い。へえ、はいはいはい。でなんかまあそのポコって出てるとこだからさ、やっぱちょっと半島みたいな、うんうん、で世界遺産があって勝連城市っていう、勝連、あ、なんか来たとなんだそれ、お城昔のお城なんだけど、はいはい、そのお城がある隣に中学校があって、そこで3年間過ごして、すげえな。そこに育ってすごい田舎なんだけど、うん、スポーツが結構強くて、意外となんかその土地のパワーなのかな、サッカーも強くて、はいはい、で野球で言ったらちょっと上の先輩に東山直っていう、うん、プロ野球選手、今ソフトバンクかなにいる人、もう同じ中学校出身、マジ、なんか意外ソフトボールもめっちゃ全国優勝とかしてて、すげえな。なんかあのちっちゃい島で、はいはいはい、特になんかなんていうの、リクルートもしせずに、うんうん、もう地元で育った子たちだけで強いっていうのはなんかすげえ。いや、それすごいね。確かに。で俺もサッカーやって、サッカーもすごい強くて、うんうんうん、うん、なんかそういう不思議なパワーがある地域で、方言も独特で、うんうん、なんかみんな自由に生きてる感じあるんだよね。で地元から離れない人が多い。ああ、そういうもんなんだ。なんかずっと地元でなんかワイワイやってるっていうか、うん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 、仲いい友達とずっとやって、まあ、出る人もいるんだけど、うんうんうん、意外と今なんかたまに昔の友達っていうか、もともと中学校の友達があったりすると、うん、まあ、その辺にいるままの子とかが結構多いっていう、それだけ居心地がいい場所なのかもな。そっか、平和な場所、平和な場所だ、すごい平和な場所なイメージがあるなえ、そうなんだね、うん、でも結構それおもろいな。いや、なんか出身よかつっていうのはいないと思う、あんまり。うん、確かにね、うん、沖縄の中でも結構レアなグルーヴな気がするんだよ、はいはいはい、まあ、全部レアだけど、うんうんうん、沖縄自体がね、うん、はいはいはい、結構レアな部分だったかなって思う。確かに確かに。なんか結構さ、まあまあ、これ結構見てくれてる海外の人とかも結構多いと思うんだけどさ、うん、やっぱみんな東京とか来たがるやん。それ別にそうだと思うんだけど、まあ、日本イコール東京、東京みたいな部分あるけど、でもやっぱさ、日本もさ、なんか一つのカルチャーじゃないというかさ、いろんなところがあるからさ、うん、沖縄とかも多分、なんか俺的にさ、沖縄ってちょっとさ、日本のハワイ的な感じなのかなっていう、わかるわかる。で、南国、そう、でもと違うところだったじゃん、はいはい、国じゃなかったと思うし、アメリカじゃなかったと思うし、そうだね、なんかそういう意味で、なんか沖縄は行くとしたらどういうところを進め、俺らも行くからさ、そうだよね、そう、来月沖縄の良さをちょっと知りたいなと思うんだけど、沖縄、まあ、全部素敵な場所だと思うんだけど、うん、一番なんか自分がいるエリアは北谷っていう、北谷、はいはいはい、北に谷って書いて北谷って読むんだけど、へー、独特な読み方、独特だね。そこはなんか、まあ、米軍基地も近いこともあって、なんかアメリカ人が多くて、うん、はいはい、建物もなんかすごい独特な建物も多くて、うんうん、ご飯屋さんも多くて、で海も近いみたいな、うーん、っていうなんかすごいエリアがあって、うんうん、
そこがおすすめかな。あとは、まあ自分が生まれ育ったうるま市っていう、その、まあ、さっき言った横田半島もある、このうるま市っていうところも、最近はなんかすごい盛り上がってて、多分開発されてる、今、いろいろ、してて、そこもなんかちょっとまた違う沖縄っていうか、うん、なんかザ・沖縄感っていうか、うんうん、ローカルな感じもあって、そこもなんか、おすすめしたいっていうのあるんだよね。はいはいはい、チャタンとウルマシかな。チャタンとウルマシだ、うん。個人的には。はい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 。なるほどね。ちょっと音楽の方に戻りたいなと思うけど、うんうん、昔からまあ昔はねスポーツさっきやってたそうだけど、ね、まあ音楽とかまあ漫画って話をしたと思うけど、うん、どういうなんか音楽とかどういうカルチャーで育ったりとかしたそういうエンターテインメントで言うと。なんか小学校初めて買った CD がルーダクリスっていう。ルーダクリス、yes の。アルバムだったんだけど、うん、そっからなんか R. Kelly とか、うん、オマリアンとかなんかそういう R&B もして Black Eyed Peas とか Black Eyed Peas、yes. めっちゃ好きだった。いやいいねいいね、それのカルチャーが好きで、うん、あのネリーの時代とか、はいはいはい、ちょうどネリーがバーンってなった時期ぐらいが多分俺が小学校とかだったと思うから、そういうことか。その時期にそういう US の音楽をめっちゃ聴いて、うんうん、そこが入りかもな。このちゃんと音楽聴くようになった。その前はなんか日本の曲とか、うんうんうん、お父さんの影響、お母さんの影響で聴いたりしてたけど、うんうん、本当になんか音楽をめっちゃ聴くようになったのはその時期かもなって今考えると。なるほどね。そう。でも結構あれだね。じゃあヒップホップだけどちょっとポップのサウンドが入ってるっていうか、うん、そういう感じだよね。そうだね。そういう感じが好きなんだ。なんかゴリゴリヒップホップっていうよりもちょっとなんか歌物もあったり、はいはいはい。なんか好きかもな。そういうのはね、お父さんお母さんの影響っていうのあったの？それとも自分で見つけたの？自分で見つけたかもな。お父さんお母さん音楽好きだけど、うん、なんか、うん、今思うとなんかこういう曲いいよとかそういうのはあんまなくて、結構自分でたどり着いた感はある。おー、はいはいはい。まあ、親がなんか自由に俺が買いたい CD で買ってくれたってのもあるんだけど、はいはいはい。うん、なんか影響っていうよりも自分でなんか見つけたって感じかもね。好きなジャンルを。はい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 。そうそうそう、なるほどね。で、まあ小学校、中学校上がったら、うんうん、まあ日本の学校に転入したっていうのもあって、まあ そうだね、うん、そのままアメリカンスクールだったから、はい、アメリカ人の友達ってアメリカ人の音楽を聴いてたんだけど、うんうん、日本の学校に入ったら今度はなんか日本の音楽、うん、その時は、まあ、HY HY なんか聞いたことある気がするな。 HY366 日っていうすごい有名な、はいはいはい、もう主題歌になってるドラマの主題歌になってる人たちも実は横津出身で。横津、へえ、あ、そういうこと？同じ出身地っていうのもあって、はい、自分が当時いた時がすごいもう一番ブームだった時で、はいはいはい、なんか HY とか流れてたり、うん、あと AK69 さんとかもね、やっぱ聞いてて、あ、そうなんだ。ね、Love You So とかみんな聞いてて、うん、だから AK さんの曲もあったし、なんかそういうヒップホップもやっぱ聞く子もいて周りに、うん、いろんななんか音楽がバーってきたけど。はいはい、もともと好きな自分の音楽は自分でひっそり聴いてたみたいな。ああ、そういうことか。なんかみんなの前では、うん、あ、いいね、グリーンとか。あ、グリーンとかね。まあ、いいね、いいね。なるんだけど、音楽は音楽だからさ。まあ、確かに。でもなんか一人いるときは、ひっそり AirPods とかでは、AirPods、うん、じゃない、iPod とかでは、自分の好きな音楽、うん、TI とか、なんかその当時好きだった曲とかを、ひっそり聴いてて、まあ、周りの友達にちょくちょく教えたりとか。うん、キャッチする子はキャッチして、うん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 、っていう感じだったね。へえ。だからなんか全部にフラットに受け入れるんだけど、うん、自分の好きなものは、なんかちゃんとあるみたいな。はいはいはい、そうそうそう。なるほど、ね。面白いブレンドだったと思うんで。確かに確かに。だから結構オープンマインドなんだろうなって。うん、まあ俺もさ、なんか何度も話してるからさ、うん、いろんな話してるからさ、オープンマインドなんだなと思うんだけどさ、俺結構そういうのってさ、自分のカルチャーバックグラウンドもあるのかなっていう、うん。俺は結構そういう感じがしてて、うん、なんかその、まあいじめだとか、うん、まあいいことがあったっていう話とかも、うん、まあいろいろあると思うんだけど、うん、まあ俺が今こうハーフとかミックスでよかったなって思うさ、うん、一つの理由としてさ、やっぱ違うカルチャーで子供の頃から育ってるわけやん。確かに。だから結構その、なんか何に対してもあんま抵抗感がないっていうか、そうだね。一回受け入れて自分の中で消化して自分の好きなものを見つけていくみたいなことが俺の中で結構普通になってて、なんかそういうのとかもあんのかなっていう。なんかそうだね。多分自分がもともともう普通の人と違うっていう。うんうんうん、なんかスタンスだったから、はいはいはい、見た目もだしカルチャーも、うんうん、だからこそ違うものに対して寛容っていうか、うんうん、あ、そういうのもあるんだみたいな、うんうん、で俺はこっちが好き、あ、そういう好きみたいな、なんかそれはあるんだけど、拒絶みたいなことはしん、なんかしないね、はいはいはい、受け入れるっていうか、なるほどね、まあ、それは多分カルチャー的なことあるかも、あるよね、カルチャーってなんか、ね、育ってきたバイブスっていうか、うんうん、はいはいはい、めっちゃわかるわそれ。オープンマインドだね。オープンマインドだね。大事だね。結構スペシャルだから、ね。スペシャルだからね。え、これでちょっとスパイシーな話をしたいと思ってて、うん、ここに関して。いいよ。結構さ、
まあ、いろいろちょっと話したいことあるんだけど、うん、今結構そのヒップホップとかが流行ってきてるってのもあると思うんだけど、結構さ、まあ、昨日もちょっと話したんだけど、うん、結構ドレッドとか、コンローとか、うん、そういうなんかブラックヘアスタイルって、いわゆる言われてるものをしてる方が結構多いのかなっていう、日本は。ね、すごい増えたと思うな。増えたよね。うん、それについて思うこととかあったりする。どう思う、まあ、それはいいと思う、なしだと思う、それとも、どう感じ、まあ、そもそも髪型は自由だから、全然ね、うん、その人がやりたいようにいいと思うし、まあなんか、俺もドレッドだし、アイザックもブレイズだし、うんうん、なんかだからそのなんていうの、全然いいと思うんだけど、まあなんか、バックグラウンドを知った上で、やる方が絶対いいかなって思う。そのドレッドをする、うんうん、ドレッドっていう髪型もブレイズっていう髪型も、まあ多分黒人さんが何かを元に作った髪型っていうか、うん、そうだね。でそれをまあ調べなくてもやってもいいと思う、自由だからいいと思うんだけど、違う文化をなんか自分でやるっていうことはなんかちょっと勉強した方が絶対理解は深まるし、うん、確かにね、その髪型に対するリスペクトもあるかなって思うんだけど、そう言って俺も特にそのドレッドの歴史とか分かってないただかっこいいからやってるみたいな全然ね、みんなもいいと思うんだけど、うん、でもなんか俺とかアイザックがやると違和感はないんだけど、うんうん、アメリカ人が例えば日本人のドレッドを見て、うん、よく思わない人もやっぱいる。まあ中にいるよね、いるよね、うん、でそういう人もでもなんかそういう髪型にリスペクトがあって、うん、理解した上でやってるって知ったら誰もなんか何も思わないと思うんだけど、うんうん、まあだからよく思わない人はいると思う、やっぱ そうだね、そのアジア人がなんか黒人の髪型をしてるっていう風に見えちゃう人もいるんだけど、うん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 、俺は結構そんなのはあんま気にしたことないかもな、自由だし、なんか仲いい友達にもずっとドレッドやってる友達もいたし、はいはいはい、日本人の友達で、あ、そうなんだ、めっちゃ似合うからさ、やっぱ似合う人似合うから、うん、似合う人似合うね、かっこいいみたいな、確かに確かに、うん、っていう感じかな、はいはいはい、うん、まあでも知ってた方がいいかもしれない、うん、確かにね、まあ、でも俺もなんか今話しててドレッドっていう髪型のなんか歴史調べてみようとか思いながら話したんだけどどうやって生まれたんだろうこれ、確かにね、編み込むってねすごいじゃん、髪を すごいよね、うん、だからうん、確かに、うんうんうん、でもそんななんかすごい何か強く思うことはないかも、うーん、基本自由じゃんみたいな、まあそうだね、まあそうだね、良ければかっこいい、確かに確かに確かに、うん、だね。え、それでさ言うとさ、結構なんかさ日本がちょっとブラックになってきてるなみたいな、うん、あ、ちょっとわかる、言ってることわかる、じゃあそう、あ、待って、それはまあ一応その意見も聞きたいな、なんかちょっと日本語にすると結構むずいんだけど、うん、英語で言うと、うん、Do you think Japan is becoming more and more blackblack meaning like race culture or culture wise? Wise. I'm not talking about race. I'm not talking about like actual mixture of race. I'm talking about more of a culture or like, how do you say it? Like people acting a little bit、okay. more of, you know what I mean? So, basically, what I think about Japanese people putting in black culture、yes. into their lives. Yes. Into their... Oh, なるほど。うん。それはどう？そう思う？てか、まず。すごい確実に影響を受けてると思うし、はい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 、まあ、ヒップホップっていう文化自体、もともとはアメリカで差別を受けてた黒人の方たちが、うん、その差別を跳ねのけようとして、うん、自分たちの表現したいものを表現するために生まれた音楽を勉強して知ったから、うんうんうん、こそもうそこでそれで生まれてる音楽、そうだね、そもそも、うん、で、まあ、それをどんどん派生していって今はいろんなヒップホップ、うんうん、トラップあったり、ね、いろいろなんか、まあ、それもヒップホップなのかじゃないのかっていうのもあるけど、うん、そうだね、だから今日本人がすごい流行ってるって言われてる音楽はジャパニーズヒップホップと思ってて、うん、めっちゃ流行ってるね、それはなんかヒップホップとかなんかそういうのよりもジャパニーズヒップホップ、確かに確かに、だから全然俺はそれに対して何も思わないんだけど、ブラックミュージックかっていうとそれは分からない、おお、うん、それは分からない、なるほどね、俺がなんか言えるあれじゃないんだけど、もともとヒップホップが生まれたっていうルーツを知ってるからこそ、なんかこれはヒップホップだヒップホップじゃないとかっていうよりも、うんうん、全部違うヒップホップみたいな、うーん、っていう気持ちだから、はいはいはい、そこに対して何か思うことはないんだけど、うん、まあ、自分が好きなもの、うん、自分がかっこいいと思うのは明確にあって、うん、そういう人たちと俺は音楽を作りたいし、はいはいはい、一緒になんか関わりたいっていうか、はいはいはい、そうじゃない人も全然俺はなんかいいと思うし、うん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 、リスペクトだからそもそも、うん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 、っていう感じかな、なるほどね、なんかでも分かるその、うん、ブラックカルチャーがなんかすごい影響を与えてるっていうか憧れ、うん、なんかちょっと前
多分20年前とかは、うんうん、黒人、まあ、白人もだけどアメリカ人じゃない人も含め人種が違う人に対してなんかバカにする人がすごい多かったと思うんだけど、はい、見ててねやっぱそれは俺も感じたんだけど今はなんか憧れの存在になってるっていうか、なんかはあるんだよね。確かにちょっと見方が変わったっていうか、前はなんかそのハーフの子とかがいじめられてるのかもう自分身近で見てたけど、うん、その子たちが大きくなって身長もでかくなってスタイルもパーンみたいな、うんうん、で足も長いみたいなのがなんか今は憧れになってるっていうかすごいハーフなんだかっこいいって今の若い子たちは思うんだけど、多分俺の世代とかちょっと上の世代はなんかそこまで憧れっていうよりも違うからちょっとバカにする対象みたいなイメージは俺の中であってそこがちょっと変わってきてるイメージだね。おー、なるほどね。おもろいな。確かに確かに確かに。そういう印象ある俺は。はいはいはい。そうなんだよね。なるほどね。わ、結構おもろいっすね。面白いよね。面白いよね。なんか、うん、全体的にいいと思う、これは。受け入れてるってことだから。そうだね。日本っていう素敵なカルチャーも引き継ぎつつ、うん、まあ、ブラックカルチャーであったり、いろんなカルチャー、ヨーロッパカルチャーとか、そういうのも、なんか影響を受けて、うん、自分たちなりに体現できるっていうのは日本人ができることだと思う。はい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 。他の国だとあんまないと思うんだけど、他の国のカルチャーを自分たちがやるみたいな。はいはいはい。お、確かに確かに確かに。そういうアメリカ人が日本の音楽っぽい音楽を作るかさ、作らないと思うんだよね。ああ、確かにあんま聞かないってことない。アメリカ人だけ作った、なんか、が生まれたものだと思うんだけど、はい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 、日本人はそれをなんか取り入れて、自分たちなりになんか消化していくみたいなことができてると思ってて、なんかそれは俺はすごいことだと思うんだよ。だから全然、ネガティブな感情は一切ないかも、はい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 、むしろなんかラッキーみたいな俺がやりたい音楽がやりたい音楽っていうか自分がやりたいって思ってる音楽の線が広まってきてるから、はいはいはい、確かに確かに先駆者の方たちのおかげで、ね、だから、うんうん、レーンが広がってきてるから、うん、聞く人も増えるしそうだねラッキーみたいな、そうそうそうっていう感じかなそうだ、ね、いいねいいね運動が増えてきてる感覚があるから確かに確かにそれめっちゃ俺も感じるな、ねうんうんうん、なんか J-POP だけ聞く人とか、うんね、なんかアイドルだけ聞く人とかも多分いたと思うんだけど、うん、それがどんどんやっぱヒップホップが大きくなることによってあそういう音楽もあるんだって、うん、してくれる人が増えれば増えるほどなんか多分俺らが作る音楽がを聴いてくれる人が増えると感覚だからうん、なんかそこはラッキーだなはーいい流れが来てるなっていう感覚だななるほどね、うん、そうねそうねそれで言うとさ結構さ日本への世界の関心もめっちゃ高まってんのかなっていうのはあるなんか結構俺は思っててさ、うん、なんかまあ俺もその一部なのかもしれないんだけどなんか最近日本のについてのコンテンツを発信して海外に受け入れられてる人が結構増えてきてんのかなみたいなのちょっと感じてて確かにそうちょっと日本ブームみたいな世界的にあそう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 なんかそういう感じはなんかちょっと個人的にちょっとあると思ってて確かにそうそうそうまあさっきトミー君も漫画読んでたって使ってた、言ったと思うけど、うん、なんかそういうのもそうだしアニメ漫画は結構でかいと思うんだけど、うん、そうそういうのはなんか感じるやっぱ感じるそれ感じるし、うんうん、実際なんかミリタリーの友達とか、はいはい、その会った時に、うんなんで日本に来たのって言ったら昔からアニメが好きでほうどうしても日本に行きたくてマジだだからミリタリーに入って日本、まあ、沖縄にを志望に出したとかああそういうことそうそうそう日本に希望を出して来たとかいう、はいうん、人が結構いて、はいうん、やっぱそこから入る人いると思うんで、ね、なるほどねそうそう確かに確かにアニメがきっかけで日本に行きたいと思う人もいるって考えたら、うん、すげえなすごいよねそれは一理あると思うんだよ、ね、はいはいはい、うん大部分かもしれない確かに、うん、どういう漫画読んでたの昔は、昔はめっちゃいろんなの読んでたんだけど、うんまあ、ワンピースナルトワンピースねナルトはい、まあ、もちろんで何読んでたかな結構高校の時にも部室に漫画が必ず置いてあってああそういうことか誰かが置いてくれてた進撃の巨人とかも読んでたしハンターハンターも読んで今も読んでるしはいはい、はいそうだね結構全部読んでるかもうーんみんなが知ってる漫画一旦通ってるみたいなぐらい好きだったな今も好きだけど、うんうん、今でも毎週ワンピースジャンプであ見てるんだあの最新で読んでるガチなやつだガチ勢だ、ガチ勢だねガチ勢かもハンターハンターも好きだしだだそうだねなんかさこの間さ、うん、あのコースコース行ったね行ったじゃんね、うん、でその時話しててさあのあちょスピリチュアルの話なのかちょっと分かんないけどさ、うんうん、あのなんか結構漫画とかが世界の、うん、結構その本質を言ってるみたいな、うん、俺はそういう風に見てる、はいはいはい、そうじゃない人もいると思うけどなんか、うんうん、
多分大事なことを伝えようとしてるんだけど、はい、ストレートに伝えちゃうとそれがなんかなんだろうな陰謀論とかそういうふうに見えちゃうんだけど、うんうん、アニメっていう形でそれを表現することで子供たちもスッて入るし、うん、で気づく人あれこれってなんかこれのことじゃないって気づく人もいるしそれはなんかフラットみたいな、うん、漫画としても見ても面白いし、はい、スピリチュアルっていうかなんだろうスピリチュアルじゃないかでもそれは違う路線で、うんうんうん見てる人も面白いと思うし、はいはいはい、どっちもいると思うんだけど、うんうん、それを子供たちが見てるっていうのがすごいと思ってて、はいはいはい、それでなんかその気づきがある子たちがどんどんこういう生き方いいなみたいな、うんうんうん、こういう主人公みたいな生き方最高だなみたいな、はいはいはい、増えると多分平和になっていくっていう確かにねっていうのはあるんだよねえどういうことだと思うのなんか俺もさ、うん、なんかちょっと感じるよ進撃の巨人とかもそうやんねそうだななんか自分より世界、うん、でかい世界があったとか、うんこれだけが世界と思ったら、そうそうそう実は全然違った。はいはいはい、はい、あれとか結構俺はなんかゾッとして見た。ゾッとしたよね。え？みたいな。ってことはこの現実でもあり得るじゃんみたいな、はいはいはい。俺らがそう考えてないだけとか思っちゃうぐらいちょっと、うんうん、たまにスピっちゃうんだけど。はいはいはい、うん。でもなんかそう生きてた方が楽しいっていうか、普通に、うん、今見える前に見えてることだけが全てじゃないかもって思ってるだけで楽しい。確かに。そうそうそうだからなんかそれは多分作ってる人たちはそれも意識してると思うし、うんうんまあ、どこまで意識してるか分かんないけど、まあ、たまたまそうなってるかもしれないし、うんうんうん、ただ書いてたことが実はそうだったかもしれないし分かってて書いてるかもしれないけど、うんうんうん、それはなんかすごい意味のあることをしてる人たちだと思う、うんうん、アニメ作ってる人たちはえどういうことだと思う実際に自分の考察というかさ、うん、それはどういうこと何に対してどういうことえアニメとか、うん、じゃ進撃巨人だったりとか、うんまあ、じゃあワンピースとか、うん、じゃあそのなんていうか世界政府があってとか、はいはいはい、なんかそういうのとかあるやんある、ね、そういうの結構信じてるタイプ実際にあると思ってるどういうふうに何がどういうふうになってると思うなんか多分俺らが思ってる世界っていう地球かな、うんはいはいはいとは違うもっとなんか上に何かがあるって俺はまあちっちゃい頃からずっと思ってて、はいはいはい、こんな急に iPhone とか作れるみたいなうーんなるほど確かにねこんなのみたいな、はいはいはい、新幹線俺最近久々に見たんだけど、うんうん、すげえなみたいなこれ人間が作ったって考えたらめっちゃすごいなみたいな、はいはいはい、っていうなんかこととか考えたりすると、うん、多分なんか人間っていうのは違う何かからなんかひらめきとかエネルギーをもらって発想が出てくるみたいなっていうなんか俺は感覚でちっちゃい頃から思っててまあまあそれは人に言わないんだけど変なやつって思われちゃうからでもなんかちっちゃい頃からずっと思っててありえんでしょみたいな人間が車作ったのみたいな飛行機なんで飛ぶのみたいなっていうなんかちっちゃい頃ことからの疑問がずっとあってでもみんな当たり前のように過ごしてまあそうだねあじゃあ当たり前なのかって思ってるんだけどうん、それはなんかアニメがもしかしたら、うん、何百年後なんか何十年後とかに、うん、なんか何かがなんか発覚した時に、うん、あそれってあれじゃんってなりそうな気がするっていうのは思いながら見てるはいえ UFO とか宇宙人とか信じてる信じてるっていうか、うん、あの見たことある人と最近知り合って、うんはいはいはい、動画見せてもらってあ UFO とかの、うん、マジ確実にそれみたいなへえ、うん、それはもうあんま話すとあれだからもう俺はその動画を見てあやっぱいるんだってはいはい、はい、俺はもう確信ついた動画を見せてくれてその人うん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 それだからいると思うおお、はいはいはい、俺は見たことないし、うんうん、そういうなんか直接的にそういうなんか体験はないんだけどうん、うんうん、いてもおかしくないと思うそうねいないっては断言いるっても断言できないけどうんいないっても断言できないねって思ってる、うんうん、神様いるいないかもいないか問題はああなんか神様はすごい深いと思ってて、うん、なんか人それぞれになんか信じる神様が違うと思っててそうねいろんな神様がいると思うから、うんうん、なんかそれは捉え方だと思うんだよね、うんうん、なんか何かを信じるって大事じゃん、うんうん、確かにフェイト、うん、フェイト大事だから、うん、それがその神様っていうものとしてフェイトを作る人もいれば、うんうん自分の信念がフェイトな人もいるし、うんうんうん、なんか先祖様ご先祖沖縄で言ったら先祖供養っていうのがすごいベースにあって、はいはいはい、キリスト教とかなんか仏教とかそういういろんな宗教ある中で沖縄は割と先祖、はい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 、ご先祖様が祈る対象、うん、仏壇があってそこでご先祖様に祈るんだよね、うんうん、それはなんか沖縄の人、まあ、特に自分が生まれ育った地域だと神様イコールご先祖様っていうかあそうなんだっていう感覚でお祈りしてる人もいるし、はいはいはい、
まあもちろんキリスト教も沖縄にもいるんだけど、うんうんうん、なんか人によって違うと思うから、はいはいはい、いるいないかは分かんないけど、うんうん、いると思って生きてる人たちがいるし、それのおかげで救われてる人たちがいるから、うんうんうん、それでいいと思う、うんうん、けど俺はなんかそういう文化がなかったから、ちっちゃい頃から教会に行ったりとかないから、はいはい、神様いるいないかって言ったら分からないけど、うん、先祖様の魂みたいなのはあると思ってて、うんうんうん、それを俺ら受け継いで今この世にいるから、うんうん、そうだね、それはある、それが神様なのかもしれない、自分にとって。最近は思うかもな。はいはいはい、人それぞれ違うと思うから、まあそうね、捉え方は。みんないいと思うけど、うん、自分の考え方を人に共有はしない方がいいし、うん、逆に人が思ってることを否定するのも違うと思うから、うんうん、そうだね。それで言ったら俺はご先祖様が神様か。守護霊的な。めっちゃ仏教っぽいだよね、それで、ね。確かに近いかもね。うん、なるほどね。沖縄って結構そういうなんかスピリチュアルなさ、俺めっちゃイメージあってさ、ある、うん、なんかまあ多分すごいトラディショナルだろうね、多分ね、うん、なんかそういうなんかイメージちょっとあって、あるある、てかすごいなんかそれをなりわいにしてる人もいるし、あ、そうだよね、ユタっていう人、はいはいはい、ユタ、うん、なんか占い師なのかな、そういう人、霊媒師、なんか例えばよくあったのが高校の時の先輩が、うん、なぜか右半身だけめっちゃ怪我する人がいて、うん、もう骨折とか粘土とか全部右半身、マジ、それは絶対ユタに 見てもらった方がいいよっていう人たちみんな言うわけ、はいはいはい、でユタに行って、うん、見てもらうと、あ、右肩に何かついてるから、うん、お祓いして、うん、なんとかなんとかしたらよくなるよって言ったら本当によくなる、へー、本当に気がしなくなるみたいな人をなりわいにしてる人がいて、すげえな、なんか困ったらユタに行くっていうのが沖縄の人のなんか文化っていう、はい、あ、そうなんだ、ユタ、ユタ、へ、修行する場所とかもあって、はい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 、噂ではこの洞窟はユタが修行するとこだから絶対行ったらダメだよとか親に言われたりとか、はい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 、みんな平気でする、そういうのがもう平気の普通の会話みたいな、普通の会話なんだして、で本当にユタに行って、うん、治るからさ、へ、信じざるを得ない、まあそうだよね、そこまで来ちゃうとねっていうのはある、へ、俺はなんか見てもらったことないけど、うんうん、友達とか見てもらって本当に良くなる人がいるから、みんなそうなるから、うんうん、そうなんだよね。え、その人たちは別にユタは誰でもなれるもんなの？なろうと思えば。いや、なんかなれる素質があるみたい。ああ、人違うんだ。そうそう、好き好きみたい。あ、俺、私ユタだみたいな。まあその遺伝っていうか、その代々受け継がれる人もいれば、はいはいはい、急になんか開いて、あ、私はこういう役目なんだってなってその道を歩む人みたいな。へえ。先輩にいて、はいはいはい、普通の女の人なんだけど、うんうん、普通にダンサーしてる人がいて、うん、パッて久々にインスタ見たらユタになってて、うん、そういうスピリチュアルなこととか発信してて、うんうんうん、ある日突然変わったみたいな、ほう、そういうのがあるみたいで、おもろいね、深いんだよな、深いな見てるからさ、もう実際にいるから、まあね、先輩にいるから、うん、もう信じざるを得ないっていうか、うん、そうなんだみたいな、沖縄は結構あるね、ユタっていう職業が弱いにしてるぐらいスピリチュアルななんか力を信じてるっていうか人が多いっていうか、を元に生きてる人が多い。なるほどね。へえ、おもろいな。それぐらい沖縄は結構スピリチュアルなものが身近にあるイメージ。はい、今思うと、前は当たり前だったから、うんうんそうね、当たり前と思ってたんだけど、やっぱ東京出たりとか、いろんな人と出会うと、はい、あ、その次元で話してる人ってあんまいないんだ。確かにね。それはめっちゃ思うね、うん、いやまあなんかしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないけどさ、うんうん、やっぱちょっとさ物質的になりがちよね。そうだね。特に日本人の、うん、まあアベレージのさ普通の一般の日本人って、うん、結構その宗教、まあクリスマスとかもさみんな祝いけどさ、じゃあクリスマス何なのっていうのはあんま関係ないしさ、うん、まずイーサー絶対基本的に祝わないしさ、はいはいはい、でもお墓参り行って先祖に、うん、お祈りとかさ、神社行ったりとかもするわけじゃん。初詣とかさ、そう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 、おみくじとかもやるしさ、うん、結構なんか日本ってそういう意味でおもろい。そうだね、文化、いろんな文化に対して、はい、っていうか、確かに確かに。ハロウィンだってあんなすごい、確かに。あれすごいじゃん、そのなんか、なんだろうな、日本で生まれた文化じゃないけど、うんうん、それをもうあれだけ、日本で生まれたかのようにすごい大イベントになるっていうのは、確かに確かに。寛容だと思うんだけど、うん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 。影響されやすいって意味もある。まあそうね、うん、そうね、うんうんうん、確かにね、結構それはなんか日本のもともとある本質的な文化で、うん、本当はすごいスピリチュアルって最近気づいて調べたり、はいはいはい、調べてるっていうかなんかいろいろ見てると、うん、本当はすごいスピリチュアル なんか人種っていうか、うん、そのエリアみたいで、うんうん、日本自体が日本自体、はいはい、
で、やっぱね、その、陰陽師とかなんか、俺ドラマで見せたんだけど。ああ、陰陽師、はい。すごいスピリチュアル。でもなんか日本じゃん、あれって。って考えたら、なんかそういうものがもともとあったけど、はい、いろんな文化とかに触れるにつれて、うん、すごい物質的な部分が、今はなんかみんな見るようになってるっていう。でも沖縄はその中でも割とまだそういうなんか考え方がなんか浸透してるっていうか、普通に今も行われてるっていう感覚があるんだよね。まあ確かに矢崎言うように仕方ないっていうか、いろんなね、情報がやっぱ多いから。多い。そうだね。それはなんか仕方ないっていうか、そうなるべくしてなってるっていう気がするんだよね。だから鎖国してたのかな。うん、ワンちゃん。そうだと思うよ。ね。自分たちのあれを守るために。ことがスペシャルって分かって、うんうんうん、これに外国、うん、その違う文化が入ると、崩れちゃうって分かったから、うんうん、鎖国してたんだろうなって俺はもう思ってた。だから歌舞伎みたいな。歌舞伎。確かにね。うんだってすごくない？あれ。確かに確かに。あれ何って感じだね。行かれてるって思う人もいるぐらい、あれってすごいんだよな。そのなんか。で、沖縄にもエイサーっていう文化があって。おお、聞いたことあるの、なんか。なんか、太鼓を叩いて、はいはい、まあ、いろんなエイサーがあるんだけど、うんうん、自分が生まれ育ったよかつは、なんか、エイサー、バンバンバンってその太鼓を叩く人と、うん、チョンダラーっていう。チョンダラー、なんか、竹、なんかを持って、うん、葉っぱみたいなのを持って、こう、なんか、パーって踊るやつ。ほうん。祈りみたいな、踊ってる、はい、と、その太鼓の音を合わせて踊るみたいな文化と。へぇ、多分、日本、だけで生まれたもの、沖縄だけで生まれたものだから、うんうんうん、それを守るために鎖国してたんじゃないかなって個人的には思ってる。はいはいはい。どうなるかは実際わかんない。わかんないね。俺はそう思ってる。はいはいはい。そうそうそう。めっちゃこれ難しい質問で、俺も結構自分でもどう捉えればいいかちょっと難しいんだけどさ、日本今やっぱさ、まあ多分知ってる人は多分もうもちろん知ってると思うんだけどさ、やっぱ一時期はさ、そのもう経済大国だったわけ。そうだね。世界でもトップの企業がさ、日本の企業でとかさ、で、もうほん、まあバブルって言った時代とかもあって、はい、まあそれが戦後がどうのこうのとか、うん、まあその日本とアメリカの円とドルの力の違いとか、うん、まあそういうのも話してきたらもう多分一生なんかあれだけど、でもなんかそういうのがあってさ、一時期日本はすごかったけどさ、うん、今やっぱ少子化も進んでさ、うん、やっぱあの経済の、まあ、後退なのか、ちょっとそれもどうなのかもみたいな、はいはいはい、理論もあるけどとか、言われてるじゃん。で、円安も実際そうだ、ね、始まってるわけやんで、すごいじゃん。それでさ、やっぱ結構その、俺の中ではさ、ちょっと移民とかはもっと受け入れた方がいいんじゃないかなっていうマインドもあるわけよ。うん、あるね。ただやっぱ日本っていう文化って美しい文化だなってもうめちゃくちゃ思うから、うんうん、そこら辺で俺自分の中で結構その難しいなみたいな、もっと考えたいなみたいなあるんだけど、それについて思うことがある。あ、どう思う？移民を増やした方がいいと思う？まあでもね、極論、うん、俺、まあアイザックもだけど、うん、もし仮に日本人しか住めないような国だったら、うん、俺らって生まれてない。生まれてないね。俺のお父さんも日本に来れなかったし、うん、確かに。アイザックもお父さんが、ね、そう、うん、が外国から日本に移住してなかったら生まれてないって考えたら、うん、それがあったおかげで俺らもここにいるって考えたら、うんうん、もうそれを否定はできない。そうだよね。だからこそそれは思うんだけど、なんかバランスはあるかなって思う。やっぱ今沖縄とか見てても、うん、そのすごい昔俺が小学校中学校の時綺麗だった海が久々に行くと、うん、ちょっと前よりなんかすさんでるっていうか、観光客がいろんな人が来て、もともとの自然が少し変わっちゃってるとかを見ると、やっぱ大事な部分は大事にして、受け入れる姿勢はすごい素敵だと思うから、そのバランスは考えないと、どん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 日本人って影響を受けやすいと思ってるから、文化に対して。どんどん本当の日本の良さが失われて、いろんな色が入っちゃってる。そうね。っていう感覚に、うん、なりそうな気がするな、なんか思うな。受け入れない方がいいって思わないけど、うん、うん、受け入れ方、うんうんうん、みたいなのは、なんかもしかしたらもうちょいあるのかもなって、最近、すごい感じる。はい。どうしたらいいか俺も分かんないけど、うんうんうん、そうだね。それはあるのかもな。そうだね。うん、まあ確かにな。まあ、難しい部分であるよね。移民めっちゃ受け入れて、やっぱ大変な国とかもあるやん、うん、普通に。だからそういうのとかも見てると、まあ、どういうのがいいバランスなのかとか、ちょっと難しいとは思うけど。うん、でもそれ考えてもさ、うんうんうん、なんか答えがなさそうだから、とりあえずもうなんか目の前の人とか、はいはいはい、自分の周り、うんうん、を大事にして、っていうバイブスでいれば、そのバイブスが浸透しそうだな、みたいな。うんうんうん、
え、まあちょっとこの話一旦ちょっとあれで、うん、音楽にも戻りたいなっていうのもちょっとあって、はい、うん、今はどういう活動、ヨーシーのバック DJ やってるの？いや、今年からはもう、うん、そのトミーっていうアーティストに活動にちょっと重きを置きたいっていうか、はい、そこをメインで考えたいっていうことで、なるほど、まあみんなと話し合って、うんうん、ちょっと今年からはなんかバック DJ、 誰かのバック DJ っていう役名じゃなくて、はいはい、トミー、うーん、一トミーとして、うんうん、なんか誰のフィルターも通さず、はいはい、直でトミーっていう風に知ってもらうのがなんか自分にとって合うなって感じて、うんうん、今はなんか DJ をまあやりながら地方でなんか呼んでもらったりとか最近してて、うんうん、それもやりつつ、まあ楽曲制作ビートを作って、うん、自分が好きって思うアーティストに連絡を取ってセッションして曲を作って、それをまあ世に出す準備を今してるっていう段階で、だからなんか、うん、トミーっていうバイブス、うん、DJ もだけど DJ でかける音楽もだけどビートとか作る曲をなんかどん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 なんか発信していいって思ってもらえる人が増えたら嬉しいなみたいな、なるほどね、っていう感覚で、はいはい、今実際増えてきてるのも実感してるからこそ、はいはい、なんか独自のこのなんかバイブスをどんどんなんか出したいみたいな、なるほど、発信したいっていう今時期、なるほどね、うん、そうか、それが今年から、今年から、最近だ、ちょうど最近から、どうですか、うん、やっぱこれだなって思って、おお、思うんだ、本当、まあでも去年まで、うんうん、まあ、ヨーシーとか AOTL っていうレーベルと一緒に動くことで、はいはい、まあいろんな経験ができて、うん、まあそのフィルターで自分を知ってくれた人とかもいて、うん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 、でそれをまあなんか得て今なんかこういう風にしてるからこそ、うんうんうん、そこに向けてリスペクトがあるんだけど、だからこそなんか今自分は自分がやりたいことを自由にやった方が性に合うなっていう風に思ってて、うん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 、やっぱそうするとマインドも良くなるし、はい、なんか自分中心で考えると楽っていうか、あ、まあまあそうね、うん、なんかその中でももちろん人と生きていくからにはさ、うんうん、譲らないといけないことはあるけど、うん、本当に自分が譲れないものは譲らないっていうなんかスタンスで生きてたらすごい調子良くなったっていうか、うんうん、マインドも良くなったし体調も良くなったし、あ、体調も良くなったんだ、ただめっちゃ痩せたんだよね、あ、それは大丈夫なの、大丈夫だと思う、すごい健康な感じで、あ、そうだった、なんかそぎ落とされたみたいな、あ、そういうことだ、なんか肉がさなんか今は調子いいね、すごい、うん、人生で一番調子いいかも、最高じゃん、なんか幸せだな、って思うから、はいはいはい、それは多分いろんな経験を得て気づけたことっていう、うんうん、うんうんうん、だから今はそうだね、音楽も作ってるし、うん、DJ もいろんなとこさせてもらってるし、うんうん、まあ、人と会ったりとか、はいはいはい、で全然違う方面の人と会うのがやっぱ楽しくて、お、全く音楽やってないけど農業してる、はい、農業とかもしかあったりとかしたら、はいはいはい、その話も面白いし、うんうんうん、すごいスピリチュアルな人とかと出会う機会が最近めっちゃ増えて、たまたま、はいはいはい、引き寄せられてるっていう方が、ね、そういうマインドの人で、そういう人と聞くと、なんか全然音楽とは違う話だけど、うんうん、インスパイアをされるっていう、はいはいはい、全部インスピレーションになるから、確かに、ね、それが自分の音楽に体現されるっていう、消化の仕方が自分は音楽であって、はいはいはい、それ絵である人もいるし、うん、なんかいろんな消化の仕方がある、アイザク言った映像とか、まあそうだね、確かに、全部なんか受けた音楽以外、映像以外のインスピレーションが無意識に入ってて、うん、確かに、それを出してる、うーん、か今なんか多方面の人、自分が面白いと思う人に会いに行く、うーん、会ったりしてる時期なんだよね、はい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 、インスピレーション集めっていうか、いいね、なんかいいんだよね、楽しい、ね、やっぱ楽しいわ、ね、DJ はさ、どういう音楽をかけるの、やっぱヒップホップとか多いん、ヒップホップが、まあ、メインっていうか、もともと音楽始めた時もヒップホップが好きだし、うんうん、まあ、ラップも好き、歌も好きで、うん、だからどっちもやる人も好き、はい、ラップもできて歌える人も好き、なんかそういう人が好きで、はいはいはい、なんかジャンルで言ったらヒップホップ R&B、うんうん、だけど、うん、なんかチルラップとか今あるじゃん、なんかチルいビートにラップ乗せたりとか、うんうんうん、今なんかでもジャンルで区切るのが難しくて、まあ確かにね、だからなんか、うん、もう少し人々がなんか自分の DJ になんか分かってきたら、多分トミーっぽい曲みたいな、トミー好きそうだなみたいな曲が多分みんなの中であると思うんだけど、うんうん、周りの友達がやっぱ言ってくれて、うんうん、あ、これトミー好きそうみたいな、そういうジャンルをかけてる、おー、なんか直感的にいいって思った音楽を自分はいつもなんかアンテナ張ってて、なるほどね、まあそのシャザムとかしたりとかして、うん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 、でそれを DJ でかけてるみたいな、うんうんうん、なんか他の人が流さなさそうな曲とか、はいはいはい、普通クラブでこの曲流さないよなみたいな曲を流すんだけど、それがめっちゃハマるみたいな、へー、
なんか、あ、ここでこれ流すんだ、みたいな、ありなんだ、みたいなのが好き。だから、ジャンルで言ったら、まあ、ヒップホップ、R&B なんだけど、うん、チル。あったかい音楽っていうか。あったかい音楽。チルで優しい音楽が好きかもな。なるほどね。そうなんだ。ジャンルで言ったら難しい。難しいけど。作ってるビートもだから、なんか、ジャンルってあんまなくて、はい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 。アフロビーツみたいなビートも使うし、作るし。四つ打ち、そのハウスっぽい。へー。そのツッツッツッっていうトラップっぽいドラムで作るのもあるし、うん、R&B みたいなトラックも作るし、うんうん、かなんかジャンルで言ったら分かんないんだけど、あったかいチルい音楽みたいな、あったかいチルい音楽あったかいチルい音楽イコールトミーズミュージックだねみたいな感じで嬉しいなみたいななるほどか、そうそうそう、そういうことね。なんかなんとなくこれからどん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 自分が発信していけばいくほどトミーっぽいみたいな、うんうんうん、っていうなんかイメージ、なるほどね、が広まったら嬉しいなみたいな。そういうことか。そうそうそう。じゃあプロデュースも結構今結構近いでやってるってことだもんね。近い入れてやってるね。おお。でやったりして、はいはいはい、でやっぱやればやろうと学ぶから、うんうんうん、でどんどんそれをなんかレベルアップしてるっていう。はい、なるほどね。そうだね。ヨーシーでやってる時もプロデュースとかもしてたの。してた。まあ DJ とビートメイクほぼ同時に始めたから。そっか。で始めたてもやっぱヨーシーのプロデュースを一番したいって思って、でありがたいことに3曲ほどプロデュースできて、おえ、去年出たアルバム「シオブラブ」ってアルバムに3曲収録、はい、自分のビートが収録されて、おえ、おっしゃーみたいな、目標達成、目標達成というか自分が言ってたことがなんかちゃんと実現できたと嬉しい、でそれを経て、うん、まあ、今年は自分のビートをもっといろんな人に乗ってもらいたいなって、いろんな人作りたいなって思って、うん、女性の方とセッションしたり、まあ、アメリカ人の友達とも曲作ってたり、うんうん、もう同じく沖縄出身のアーティストの曲作ってたり、うん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 、なんかそうだね、それをどんどん広げていきたい。なるほどね。感じだね。プロデュースするときとかで気をつけてることとかあったりする？ああ、めっちゃあるかも。なんかビートメーカーとプロデューサーはちょっと違うっていうか、ビートメーカーはビート作る、うんうんうん、それも俺すごい好きで、うんうん、それが一番好きなんだけど、でもなんかプロデューサーっていうのはアーティストとそのセッションっていうか、はい、アーティストがこのビートに対してどう乗るかとか、うんうん、っていうのもまで一緒に見て、うん、どうレコーディングされるかとか、うんうん、どういう風に曲が出来上がるか、うんうん、最終段階まで見るのが俺の中でプロデューサーと思って。なるほどね。その過程が一番大事っていうか、はいはいはい、かっこいいビート作ることはもちろんすごいことだけど、うんうんうん、そっから曲になる、確かにアーティストが歌を乗せてラップを乗せて曲になるっていうその後の段階をすごい大事にしてるっていうか、なんか送ってお願いしますっていうのもすごいいいんだけど、はいはいはい、できるんだけど、うんうん、あえて自分会いに行って、うん、音楽の話する前にまずご飯食べたりとか、はい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 、人として一回つながってから曲作りましょうみたいなのが好き、はい、でそうするとやっぱ生まれる音楽が変わるっていうか、はいはいはい、バイブスが変わるから、うんうんうん、そうだね、よくなるって思ってて、うんうんうん、そこは気をつけて人としてつながるみたいな、はい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 、人としていいって思っお互い思ってたら、うんうん、多分いい音楽生まれる。いや絶対そうだよねと思ってて、うん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 、でそうすればあとは流れに任せてやれば、うん、曲が生まれると思うから、そこは大事にしてるな。なるほどね。プロデュースするときに例えばめちゃくちゃ、まあ、テクニカルかな、うん、テクニカルな質問だなと思うんだけど、うんうん、まあ、プロデュースやりたい方とかもしかしたらいるかもしれないから、うん、どういうなんかどういうなりまず DAW はどういうのを使ってんの？ DAW は FL スタジオ、うん、FL だ、 FL FL だね、ずっと、はいはいはい、最初 Ableton っていう、うんうん、始めたんだけど、なんか、うん、いろいろチュートリアルとか、俺師匠みたいな人いなくて、ビートメーカーとか YouTube 先生、YouTube 先生教えてもらった、大先生、YouTube 先生調べてると、うん、ほとんど FL が出てきて、はいはいはい、で俺英語でよく見てたから、そうだよね、アメリカ人やっぱ FL 使ってる人多いから、FL 使ってみようと思って、使ってみたらめっちゃハマって、はいはい、あ、これかもってなって、そこからずっと FL だね、はい、なるほどね、4年ぐらい、すげえな、どういうチャンネル見てたの、その当時は。なんかインターネットマニーっていう、インターネットマニー、インターネットマニーっていう、なんか聞いた、知ってんなって有名じゃない、めっちゃめっちゃ有名だよね、そうそうそう、うんうん、とか見たり、まあ、そうだ、いろんなの見てたな最初は、うん、ひたすら見まくって、はいはいはい、なんかやるよりも見てた最初、うん、やっぱそっちなんだ、なんか一旦ちゃんと覚えようみたいな、 FL っていうFL をマスターしようみたいな、音楽作るとか以前に、うんうんうん、FL っていう DAW を、うん、100% なんか理解して、うんうん、操作を完璧にして作ろうみたいな思ってて、うん、そうだね、そこをめっちゃ勉強した。FL のマニュアルとかたまに読んだり、マジでショートカットメモったり、はい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 、
スムーズに作れるようになりたくて、そこをマスターしればあとは来るだろうみたいな、まあそうね、うん、と思って、うんうんうん、そうだね。だからまあインターネットマニーとか、はい、まあいろんな YouTube チャンネル、うん、もう今本当にめっちゃあるから、めっちゃあるよね、びっくりするがあるから、はいはいはい、まあ、自分に合う人、うん、感覚が合うっていうか、なんか教え方が上手い人とかもいるから、うん、人それぞれ違うと思うし、うんうんうん、だからなんか俺は見てたね、 YouTube 先生が完全に師匠、あとはもう独学っていう、自分がやりながらいろいろやって、はいはいはい、だから結構今のか、今はすごいなんか自信持って自分のビートを聴かせられるんだけど、うん、この状態になるまでにめっちゃ時間かかった。どんぐらいかかった？え、ほんと最近から。うわ、そうなんだ、うん、ここ1年ぐらいかな、自信持ってビートを聴いてくださいって言えるようになったの。 3,4 年はやっぱずっと試行錯誤っていうか、理想はあるんだよね、その聞いたら分かるからさ、うんうん、いい音楽をなんか判別するっていうか、なんか自分の中でね、これはいい音楽だって思うこの音楽と自分が作ってる音楽がマッチしてなくて、ずっと、うん、こういうのを作るためにどうしたらいいんだろうみたいな、はいはいはい、で真似たりとかするんだけど、うん、そうするとうまくいかないんだけど、なんか、うん、知識を高めてバイブスを高めてなんかどん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 やってたら、あ、作れてきたみたいな、よしよしよしみたいな感じで、そうだね、最近やっとなんか自分の理想、もっとあるんだけど理想、うんうん、なんか自信持てるようになったっていうか、ほう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 、あ、来た来たみたいなすごいね、やっとだね。そうなんだ、やっぱ大事だよね、時間はかかると思う。そうだよね、うん、だね、なんか見えてきたっていうか、自分が作るべき路線、はいはいはい、なんかが見えてきたっていうか、そうそうそう、それ結構重要だと思うんだよね、なんかさ、いまだに結構なんか、やっぱ結構そこって一番アーティストもそうだと思うけど、プロデューサーもそうだと思うけど、うん、やっぱそういうアートフォームとかになると、やっぱさ、この人のスタイルみたいな、うん、結構見つけるまで大変なのかな、みたいなのは結構。やっぱいろんな音楽、特に今ってもう誰でも音楽作れる時代だから、うん、確かにね、めっちゃあるからさ、うんうん、1日何万って曲がリリースされるから、確かに確かに。その中でなんか独立っていうか、なんか独自なレーンを見つけるのが大事だと思ってて、うん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 、それがぶっ飛んだ感じの人もいれば、はい、なんかこれ違うなみたいな、はいはい、そのいろんな路線があると思うんだけど、うんうん、俺もそれをなんかずっと探してて、はいはいはい、やっと見つかったみたいな、多分こういうジャンルを作ってる人はいないなみたいな、はい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 、これを合わせる人はいないなみたいな感じで、うん、うん、見つけたから、うんうん、それを発信していきたいなっていう、おい、感じなんで、結構プロデュースした曲とかもリリースされる予定は近いね、近いすんの、近かった、夏とかにはどんどん出てくると思うし、おほほほ、そうだね、うん、だから楽しみ。楽しみだね。まあ、なんかどん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 、まあ、DJ もやりつつ、うん、そうだよね。自分こういう人ですよ、みたいな。はいはいはい、はい。世になんか知ってもらえたら嬉しいな、みたいな。そうそうそう、なるほどね。感じかな。まあちょっとそれが、まあプロフェッショナルな、あの話だと思うんですけど、まあちょっと、あの、個人的な話も入ってきたいなと思って、うん、お子さんいるもんね。そう。おえ、2人だ。男の子が2人。男の子2人だ。似て、うん、天使、妖精みたいな、2人が。家にいつもいるっていういやーすごいいいね。そうだね、うんうんうん、それがなんかモチベーションっていうか、はいはいはい、はい、いろんなモチベーションあるけど、多分それが一番かもなみたいな、うん、なんだかんだ、うんうんうん、ってやっぱ最近思う。まあもともと思ってたけど、うんうんうん、やっぱ変わる。なんか俺もさ、まだあんま想像できないからさ、自分の子供、ね、まあ、結婚もしてないでしょ俺、うん、でそう、子供をやっぱどういう感じなんだろうなみたいな、ちょっと聞きたいなっていう、全く想像できない状態で、うんうん、子供を授かるってなって、はいはいはい、みたいな、え、貯金ゼロだけど大丈夫そうだと思ってたんだけどなんか意外となんか周りの人、もちろん親とかもだけど、はいはい、友達とかもなんか助けてくれるっていうか、サポートしてくれて、うん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 、なんか、うん、で授かったら授かったで、最初はやっぱ大変だったんだけど、うんうん、やっぱ自覚がないからさ、男は、まあ、俺はなくて、そっか、奥さんはすごいもう、まあ、体を痛めてね、まあ、そうだよね、るから、うんうん、母親ってもうなってるんだけど、うんうん、俺がまだそういう風な心じゃなくて、すごいなんか大変だった時期もあったけど、うんうん、なんかそれにやっと気づけて、うん、大事さっていうか、そっからなんかそこを第一に考えると、うん、自分の時間をなんか優先度うん、変えないと、うんうん、そこの時間が作れないから、確かにね、簡単に言うと家族と過ごす時間があるからこそ、うんうんうん、それ以外の時間をいかに有効活用するか、はいはいはい、なるほどね、言ったらビート作る時間が、うんうん、まあ、子供たちが寝た後、うん、8時半ぐらいから、うんうん、寝る12時までの3時間半って考えたら、うんうん、それを大事にするから飲みに行くのも減ったし、なんか なんとなく友達スタバで泊まるとかもなくなったし、うんうんうん、その前やってたんだけど、普通になんか何もなく夜スタバ行って、うんうん、それも最高なんだけど、友達話すのもやっぱ家族がいると
で自分がやるべきことがあると、うんうん、そこに優先度を置いて、うんうん、なんかやるっていう風な時間の使い方はめっちゃ変わったかも。そこが一番かも。時計が悪くなったって思っちゃう人もいるかもしれないけど、でもなんか自分の時間の大部分を家族っていうのが占めてるから、それ以外の時間に自分のやるべきことをしたい、うんうんうん、からなんかそれを優先してて、それだとたまに飲みに行くとめっちゃ楽しいみたいな。はい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 。たまに友達と飲むと最高だなこれはこれみたいな。それは多分ちょっと離れるからこそ思うことっていうか。確かにね。毎週飲んでると当たり前になって楽しさも半減していくと思うんだけど、うんうんうん、でもなんかそうだね、それを優先するようになったから時間の使い方はめっちゃ考える。誰と会うかとか。そうね、うん。でも東京とか結構来るから大変じゃない？出張多いでしょだって。そうだね、多いんだよね。うんうんうん、去年まで特に多くて、そうね、だからその平均2週間とか家にいないとかあって、うんうんうん、でやっぱ辛いけどそれもなんか意味があるからさ、うんうん、離れてるからだったらもうやろうみたいな。はい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 。そうね。そういうマインドになって結構なんかなんだろうな、街中で長男と同じ子とか同じ年ぐらいの子とか見ると心がなんかキューってなる。なんか離れてるのにも意味があるから、そう、ね、よしじゃあみんな、まあ、待ってくれてるから、うん、俺は俺で頑張ろうみたいな、うんうん、なんかいい音楽を作ったりいい人と会って、うん、いいものを吸収して帰ろうみたいなっていうのがめっちゃ強く感じるから、うん、無駄にしたくないっていうか時間、うんうんうん、っていうのはあるんだよね。めっちゃいいね。そうそうそう、なるほどね。すごい変わった。出張すごいたまにストレスになっちゃうんだけど、はいはいはい、そうだよね。まあ行きたくねみたいなってなる時もあるけど行ったら行ったでさ、ね、こうやってここにいるのも俺、ね、まあそうね、家族と離れてるから来れてるし、うんうんうん、でもなんかパーゼティブストレスみたいな、パーゼティブストレス、yeah, okay, makes sense. ストレスは、うんうんうん、多分何か大きなことをするためには大事なもの、そうだねと思ってて、うんうん、まあ、ストレスフリーも最高だと思うけど、はいはいはい、一番、うん、ストレスフリー本当は行きたいんだけどまだ早いみたいな、もう少しパーゼティブストレスを自分に与えることで、うんうん、まあ、それが俺にとっては家族と離れること、うん、その時点で俺はパーゼティブストレスだと思うから、うん、それをやることでどんどん自分を磨いて、うん、でまあ自分がやりたいことを成し遂げた時にそこからもうストレスフリーで、もう自由になんかもう超田舎で農業しながら、うん、平和に暮らしたいなって。それは的にはそうやりたいんだ。そう、最終目標はもう本当何もない田舎で自給自足で、ほうなんか生きれたら最高だなみたいな、それだけでいいわみたいな、っていうぐらいのバイブス。だけどなんか今やっぱねやるべきことがあるから、うん、そうだよね。それをやってるみたいな。うんうんうん、そうそうそう。ほう、それはなんか家族をなんか授かってから余計思うことっていう。なるほどね。そうだね。音楽始めるタイミングもそうだし、うんうん、今こうなってるタイミングとかも全部なんか、う、ね、うん、確かにね。なるべくしてなったな。なるべく、そうね、そうね。え、家族で行く、なんか休日とかさ、なんか何するの、うん、家族と。休日は、うん、なんか俺が DJ たまに週末ある時とかはちょっと俺が起きるの遅くなっちゃうんだけど、うんうん、それがない時とかは結構早起きして、うん、近くのなんかカフェ行ったりとかして、コーヒー飲みながら子供たちはなんかパンケーキ食べたりとかして、でそっからまあなんか雨じゃなかったら出かけたりとか、うんうん、結構必ず出かけるようにしてる。あ、そうなんだ、うん。めっちゃいいね。外に出たいなみたいな。雨の時とか、ね、うん、やっぱ沖縄雨降っちゃうと結構遊ぶところがなくなっちゃうから。ああ、そっか、自然が多いしね。家で映画見たりとかなんかそうするんだけど、それが出かけたりするね。やっぱ基本美味しいご飯屋さん探して。はいはいはい。奥さんとなんかここ行きたいなみたいな行ったりとか、うん、そうだね。なるほどね。ベンチとかがあんまないからこそ、ああそっかそっか。なんか自然とか公園行ったりとかしてるね。なるほどね。お父さんしてる。お父さんしてるね。休日は休日はどうやってんだ。うん、毎日してるけど。そうね。ストーリー見たけカレンダーなんか猫のカフェみたいな。コーヒーです、ね。コーヒーです、うん。俺おもろみたいな。あれ面白いよね。あれどこっていうコーヒー屋さんの名前が。あれどこっていう名前なんだ。へえ。本当にそのなんか。出店してる場所が限られてるみたいな、はいはいはい、どこにあるか分かんないみたいな、うんうん、でインスタでチェックしてねみたいな感じらしいんだけど、ほう、そこも家族で行ったりとか、はいはいはい、そうだね、結構いろんなとこ行くな。いいね、いいね。え、子供たちにさ、どう、音楽やってほしいと思う？思うね。てか多分やると思う。見てるから、そっか、なんかすごい興味を持ってるから、はいはいはい、自分がやってることに、うんうん、だから多分やると思う。でもスポーツもやってほしいし、スポーツやってほしいんだ。なんかスポーツを得て学ぶことってすごいあると思う。確かに確かに確かに。それはやってほしいけど、うん、多分このままいけばやると思うな。ほう。ぐらい多分すごい影響を受けてると思う。はいはいはい。やっぱ車でも俺が好きな音楽をかけてるから。うんうん、そうだよね。だからなんか、
その急にダダあの網根かけてとか言ったりする。えマジでマジでとかすごとかなんかゴールドリンクのこの曲聞きたいとか優勢聞きたいとか言ったりとかして、そういうなんか自分があえて合わさないよ。ベイビーシャークとかもまあ見ていいと思うけど、ああまあね、なんかベイビーシャークもうめっちゃいいと思うんだけど、なんか自分が車に乗ってる時は自分の好きな音楽かけるようにしてて、そうすると子供たちもなんかすごい反応して、あいいって思うんだアミーネをみたいな、はい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 、とかなんかそういう確かに影響も受けてるし、うんうんうん、まあ、長男に関してはこの自分が作ってるビートのタグ、うん、タグっていうのがあってプロデューサー、ビートタグ、はいはいはい、でなんかそのタグで自分が使ってるのがダーダービートちょうだいって手を振って長男の子が言った言葉、はい、たまたま言った言葉を、ね、それもう一回言ってみたいな、録音してそれをタグにしてるんだすげえな、いいね、それがめっちゃハマってびっくりするぐらいハマってよっしゃみたいな、そうだずっとタグ欲しかったんだけど長男が産んでくれたみたいな、そうだ熱っ、そうダダって呼ばれてるんだけど、ダダビートちょうだいって言ってて、で何のビートみたいな会話してたんだけどそれもう一回言ってみたいな、タグにしたいわってなって、そうそかわいい、それぐらいなんか自分のやってることに興味を持ってくれてる、うん、なんかなんかいいお父さんで、うん、いい男でありたいなみたいな、うんうんうん、それはなんか必ず意識してるっていう、なるほどね、めちゃくちゃ重要やな、子供に誇れる自分でいたいっていうか、はははなんとなくだけど、ね、そうねそうね、そうだね、めっちゃいいななるほどですね、いやちょっとまあプロフェッショナルの話とかもプライベートの話とかもいろいろ聞いたんですけど、うん、どうですかね、こっからの目標だったりとか、なんかやりなんていうの、まあリリースの情報なのか、なんかちょっとみんなに知ってもらいたいこととか、なんかすごい明確な目標はまだないんだけど、うん、なんか今とりあえずいろんなところでトミーっていうなんかバイブスを知ってもらった上で、なんか自分が発信する音楽を興味持ってくれる人が増えれば増えるほど、なんか多分聞いてもらえる機会が増えると思うので、確かに、うん、今はそれを種まきをしてるみたいな感覚、おお、なるほどね、なんかだからなんかいついつまでにこれを出すとかまだないんだけど、それはなんかそのタイミングで降りてくるっていうか、うん、確かに確かに、あ今やろうみたいな、はいはいはい、今はなんかどっちかといえばいろんな人と作って、うんうん、いろんなところで DJ をして、うんうん、なんか今年は自分っていうトミーっていうブランド、うんうん、一トミーっていうアーティストをなんか広める、うん、知ってもらう年と思ってて、うんうんうん、でそれを得て来年とかになんか大きなアルバムとか作品を出せたら嬉しいなと思って、うん、自分名義のトミーっていう、まあ、あそういうことね、いろんなアーティストをフィーチャーで、まあメトロブーミンとかがやってるよ、そうだね、はい、プロデューサーが名義でアルバムを出すっていうことを、うん、まあ、来年あたりにできたら嬉しいなみたいな。暑いね。今年は種まきっていうか、はいはいはい、いろんな人とやって、うん、いろんな人の作品に入ったり、うん、まあ、一緒に曲を作って、うん、シングル出したりとかしていくと思うんだけど、はいはい、いろんなところで DJ したり、うん、種をまいていきたいって感じです。おえー、で来年再来年とかに咲いてくれたら嬉しいなみたいな。なるほどなるほど。いいですね。自由に楽しく生きていきたいなみたいな、毎日を。いいですね、いいですね、超重要ですね、そう、 OK ですっていう感じです、 ありがとうございます、いやー楽しみですね、ここからトミー名義の作品結構出ると思うんですけど、出ると思うな、どこでチェックできますか、今実は1曲もリリースしてて、去年の11月に、はいはい、ウェイグッドっていう曲を、同じ沖縄出身のケイサグっていうアーティスト、うん、前会ってないぞ、あっためっちゃいい、ライブも見て、めっちゃやばかった、そう、最高のアーティストがいて、うん、そのアーティストケイサグと一緒にシングルを出してて、おそれはもう全プラットフォーム、アップルミュージック、スポティファイ、まあ全部だね、うんうん、にあって、それもありつつ今後もどんどんトミーっていうアーティスト名義で出していきたいし、うん、はい、いろんな人の作品のビートも作りたいし、うんうんうん、感じで全部、まあ全プラットフォームで聴けるようになっていくと思うので、うんうん、なるほど、いいっすね、チェックをしてくれたらすごい嬉しいなって思います、熱い熱い、インスタグラムとか結構アクティブ、うん、アクティブだね、インスタグラムね、最近すごいアクティブな気がする、おお、じゃあインスタグラムのチェックとかお願いします、そういうのも SNS 他にはチャンネル見てほしいチャンネルとかありますか、なんかでも最近スレッド好きだなと思って、スレッドね、なんかツイッター、全くこれ使えてないわ、ツイッターもいいと思ったんだけど、うん、なんかスレッドってインスタとそのままいけるから、確かに確かに、なんかそこでつぶやいたりとかもたまにしてるな、はいはいはい、一瞬感じたことをパッて言ってる、おうん、そんぐらいか。TikTok も、まあ、あんまやれてないし、うんうんうん。そうだね。SNS チェックしてもらいたいって言ったら、まあ、インスタ、スレッド。うん、スレッド。かな。今のところは。わ、うん、かりました。まあ、その辺でもね、告知が多分出てくると思うんで、そうで、ぜひぜひ、皆さん、見ていただけたらなと。感謝です。思います。今日はありがとうございました。あざす。感謝。感謝です。あざす。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。ピース。ピース。ありがとうございます。あざす。あざす。
よかったね。